えらい怒られたことあるし。しかも上司に。リリースパーティーみたいなのをここでね。あ、ここで？あ、じゃあここで作った作品をやるって言ってて、うん、考えたんですけど、まあ、ちょっと、まあ、今回僕遠慮させてもらいますねみたいな。断絶に超怒られて、ガーって怒られて、電話したら着拒されてるみたいな。悲しいのもあった。まあそのうち。でもあの音源リリースした時はライブとかぼちぼちやってたんですか？いや、そんなやってないですか？あ、そうなんだ、うん、もったいない。一回フィーバーかなんかでリリースパーティーみたいな、はい、ファーストの時にやって、結構お客さんも来てくれてよかったんだけど、懲、うん、りちゃった懲りちゃったとか言って。そうなんだ、うん、好きですけどね、ツアー行ってたぐらいだし、うんうん、なんか俺的に言えば、その自分たちの音楽を守っていくとか、それを楽しくね続けていくっていうのに結構必死なんですよ、うんうん、だからそう考えた時に、いける線といけない線っていうのは結構手前にあったりして、繊細すぎるのかもしれないけど、うんうんうん、結構真面目に選択はしてるんですけど、うん、いやでも、うん、大事なことですけどね、うん、そういうなんか意思があるってことは、うまく言えないですけどね、うん、お祭り的になるのがあんま好きじゃなくて、俺はお祭り的になるのが、あ、なるほど、日常に取り込んでこそでしょうみたいな、うんうん、日常に取り込めない状態でお祭りだけやっちゃうと、うんうん、すごい両方とも離れていっちゃう気がして、うんうん、だからなるほど、まだ模索中っす、うん、うまくできてないな、分析が終わってないな。ノラ・ジョーンズとかさ、いいじゃん。いいじゃん、トローンってみたいなさ、うんうんうん、ああいうのやってくれてたらいいじゃん、行くじゃん、うん、それがなんか日常にあった方がいいな、うん、そうそう、前も話したことあるかもしれないですけど、ボブ・ディランが6ドルとか7ドルとかでやってて、海外で衝撃だったんですよね、うんうん、600円とか700円ですよ、うん、まあね、そういうとこで、そういうとこっすよね、日常にあるじゃん、しかもレジェンドじゃん、全然何の曲やってるかよく分かんないけど、アレンジ違いすぎて、でも地続きになってるっていう姿を見た時に、うん、まあでもやっぱカルチャーってそういうことですよね、うん、結局そう思うんだよね、日本もお祭りの音楽はタダだし、そう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 、高橋さんのイベントもそれがいいと思う、そのかっこいいと思ってる音楽を聴いて、その会場に行き、イヤホン外して会場入ったらまたそれがやってるんだから、うん、それ以上のものやね、そういったものが。でも俺ライブハウス嫌いなのはそこで、なんかかっこいい洋楽詳しい人いっぱいいるじゃん、いる、でそれ聞いていくわけじゃん、やってることこれですかみたいな感じじゃん、うんうん、で褒め合ったりあだこうだ言って、散々褒め合ったくせに違う音楽聞いて帰るじゃん。じゃん、あの感じが好きじゃないんだよね、うんうんうん、だからなんか何なんでしょうね、かっこつけ方うんなのかな、結局なんかそういう意味で僕はすごい外出るのすごい慎重する、よくみんなバンバンいけんなとか思っちゃう、あ弱いかもしれないから体勢が、うんうん、すぐ倒れっからさ、自分の棒が砂に刺さってるみたいなもんだからさ、大事にしないとすぐ倒れちゃうから、うん、だからあんまポンポン出れないな、うん、本当はぶったいのが立ってりゃいいんだろうけどね、うんうん、でも倒れやすいもんじゃんとも思うし、いやでもすごい大事にしてらっしゃるんだなっていう、だってそれなくなったら嫌じゃん、うん、倒れちゃうしすぐ茶柱が、せっかく立ってる茶柱がさ、うんうんうん、みっちいな俺、みっちいかも、いやいやいや全然全然です、うん、最近なんかちょっと映画ふと見てて、うん、こう自分の考え方にないことを言ってるセリフがあって、うんうん、聞いた、そのなんか
大したことじゃないですけど、いいです、どうぞどうぞ。あのなんか発祥地の争いは自画自賛だみたいなことを言ってて、ああ元祖本家みたいなやつなんすかね。なんかこんな、うん、こうなんかふと若者同士の会話の中で、うん、音楽好き同士の話があって、なんか多分俺パンクスはこうだとか、ああマンチェスターとかリバプールとかデトロイトみたいなやつか。それをなんかもうサクッとなんかこう世界配信の中で、うん、こうなんか発祥地の争いは自画自賛だみたいなことを言ってる。海外の人 US の、あ自画自賛か、うん、まあそれがどういうあれで言ったか分かんないですけど、ちょっとなんかこう、うーん、浦安ってことを考えたりするから余計にそうなのかな。なんかちょっとハッとしちゃったっていうか、あ何それっていう、何その、あなるほどね、うん、面白いかもね、うん、うん、発祥地の争いは自画自賛かみたいな。自画自賛っていうのはちょっと分かんないけど、うん、今パッと聞いて思ったのはまずいいものが出来上がってそれに注目したっていう現象があるじゃないですか、下敷きに、うん、あとまあリバプールでああいうサウンドが生まれてみんながそれを見た、この時に生まれる価値観じゃないですか、リバプールがどうとか、うんうんうん、まあ、デトロイトがどうとかそういうとこも含めて一時的に発生したムーブメントなり作品っていうのはまあ実際成立してて、要は見る側が掘り下げる段階でえそれってどういうことなの、どこの誰なのってなって付加される情報じゃないですか、うんうん、それを2番手3番手が名乗ってそれをやり出した時にそうなるのかな、うんうんうん、ってことかな。そうですよね、うん、なんかねこうなんかそれってもうなんか、うん、争うポイントじゃないんじゃないみたいな。ポイントではないけど第三者が、そうだね、うん、第三者以降の話だよね、うん、ちゃんと発生したものはそこにあるわけじゃん、うん、やっぱ日本刀とか日本酒とかは言っていいはずじゃん。そこに乗っかってった層とか、あと2匹目の土壌以降はそうだよね。2匹目の土壌狙いの人たちには痛烈な、なんかあれなのかな、なんかこう若者3人がそれを話してて、うん、ちょっとなんかちょっとハッとした。アーティストなのかなその人たち。いや全然あの、まあ、何でもない、本当なんか殺し屋の、殺し屋なの、殺し屋のえよく分かんねえ、急に分かんなくなった、うん、まあ何か、まあ、そのたまたまそのいる3人が音楽好きで、それ映画でガチのドキュメンタリー、いやいや普通にあの何でもないこう、うんうん、ドラマ映画みたいな中で、よかったガチの殺し屋が言ってんのかと思った。ええ全然全然、うん、そのなんかサクッとそれを言ってる感じがなんか、うん、いろんな考え方あるね、でもそれもね、うん、面白かった。なんかどう別にこう流せるただの会話でもあるんですけど、うん、いやでもそうなんじゃん、でも高橋さんらしいんじゃないですか、場所とかその土地っていうなんか分かんないけど引っ掛けてというか、うん、受けて考えてる人がそれちょっとアイデンティティに食い込んで聞かねない大事なワードかもしれないし、多分普通にその US パンクスと UK パンクスのフォロワーなやつで、うん、そいつらがなるほどね、うん、パンクスピリットに関して言ったらその通りだよ、うん、多分パンクとかなんかまさにそうじゃん、アーティストだったりして発祥地の話じゃないもんね、あれは、まあ、あ納得した、その通りだと思う、うん、衝動の話でしょ多分、うん、分かりやすく。でも僕もなんか、うん、そのなんか自分が影響を受けたものが、うん、結局その根っこがどこであろうが、うん、もう僕はそれでいいんじゃないかなと思うんですけどね、うん、僕は。そうだ、でもパンクとかヒップホップもそうかな、やっぱサウンドに違いはあるじゃん、西東でも、うんうん、US のねとか白人黒人でもあるじゃんか、その中心にあるスピリットに到達した時にはそれは思うよね、うん、関係ないっていうのは、まあサウンド的には違ったりするからあるでしょうけど、だってあれってインデックスっていうかさ、
その一リスナーとしてさ掘るときにさ分かりやすいじゃん、そのラベルがついてたら、うんうん、確かに西海岸のものって俺結構苦手だったりするんですよ、うんうん、だから西海岸のラベルついてくれてた方が間違って買わないっていう、うんうん、もしくは好きだったらそれを選んで買いに行けるみたいな、ラベルでしかないから、ね、そのラベルにこだわり始めちゃったらそれは、うんうん、でそこに属してるぞっていう自画自賛になっちゃうのかもしれないし、パンクの人だったら分かりやすいね、それパンクを理解してるよその人たちはきっとまあでも本当もう、うん、映画の中のただのセリフでしかないですよ、でもあるよねそういうの、あそういう言い回しなんだと思って、うん、いや響くワードが面白いよ背負ってるってことだよね地元を背負ってるよ本当に、いや分かんないですけど地元を背負ってる、無駄に引っかかっちゃったもん、ね、いや地元背負ってる人じゃないと引っかかんないもんその多分、うん、ただの殺し屋の話なんですけど、まあ、そうだびっくりしたけど殺し屋のみたいな感じはあった。今作ってる、うん、みんなに協力してもらったアルバムのこともあって、うんうん、妙に引っかかっちゃったんですよねだから考えろっていうサインでしょ、うん、きっと、うん、面白いですね、うん、僕もやっぱなんか、うん、今やってるレーベルで音出すんだったら、うんうん、やっぱ何か日本人のフィルター通して見せたいっていうのは、うん、なんとなくやっぱ日本人が発信してることなんで、それはね本当ね高橋さんがいつも言ってブレずに言ってることだし、俺からしたらすげえ眩しいんだけど、うん、なんかでも、うん、そうであってほしい、そうじゃないとなんかなんとなく受け売りな感じがしてしまって、ああそうね、まあ、もちろんなんかまあそれは自分のフィルター通してるからそうなんですけど、うん、そのやっぱ付加価値をつけたいなっていうのは僕が出す以上は結構大事な話でさ、結局価値あるものを作品に付与したいじゃないですか、ここで言ったら、そんな遠いけど浦安でね、まあ、端っこでね、そこに行ったら何がもらえるんですかって言われてるように思う時があるんですけども、うん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 、そこに対して明確な何かを付与したいと俺も思うから、まあ、日本人っていうものに対してとてつもなくスケールの小さいフィルター出しちゃったけど、うん、まあそうね、そう思う、それが何だっけっていうのはたまにやりますよ喫茶店と、うん、これはちょっと言えねえようなことを書いてるけど浦安のドトールでやってる時あります喫煙室なくなっちゃったぐらいけど、ね、そうですね、うん、日本人ならではの良さか、まあ、もちろん無意識でそれが出てるアーティストさんももちろんいっぱいいますし、うんうん、そこをちょっと俯瞰しながらピックアップするっていうのが高橋さんのお仕事かもしれないしね、なんかもしれない、うん、多分難しいっていうか繊細なのは2パターンしかなくて、2パターンもしくは3パターンなんだけど、本当無意識でそれができてる人、もしくはその自覚的、自覚してそれをやっていく人、うん、で無意識にできた人もやがて自覚してそれをやるしかないんだけど、その道しかないですもんね、うん、それってさ小難しいこと言うけどさ、俺好きだから小難しいの、自分の気配、自分たちの気配を察するってことだと思うんですよね、うんうんうん、意外とそれって難しいことだし、してない人多いから、いやでも僕やっぱ日本人受け入れのこうクリエーションが多いんで、そうやっぱそのなんかもう今回のテーマにも入れてますけど、うん、何かこうやっぱ自分たちの DNA を感じさせる血統ってやつね、うん、うん、っていうのはすごくやっぱ大事だと思うし、うん、やっぱ今もう日本もやっぱあの発展国の中ではカルチャーもちゃんと世界の人が見てくれるようになって、うん、10年前とは全く違う解釈されてると僕は思うんで、うん、日本人が行かないような観光地に外人が行ったりとかしてたりするんで、うんうん、あ日本の国内でね、そう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 だよ、だってこれで沖縄行ったんだけど本当アジアの人ばっかりだったよでしょ、うん、で日本人は
まあまあ今はそんなもっと広がってると思うんですけど、やっぱ結局なんかハワイとかグアムとか行きたがるし、その前に沖縄行ってから行けよって思うんですけど、ああるね、沖縄行ったことないのにハワイとかグアム行ったやつもいるんでそうね、いやそうだよ本当、写真撮りましょうかみたいな、俺結構言っちゃうタイプなんで、ね、撮りますよとか言うと、あ日本人じゃないんですねみたいなばっかりだった、ほぼ9割だよ、びっくりしたけどね、うん、血統っていうのはさ面白い話でさ、僕の受けた印象ですけど、だんだんやっぱさ親父とか母ちゃんに似てくるじゃん自分って、まあなんとなくこう、うん、節々で感じるようにはなってきますよね、写真とかパッと見るとさ親父みてえだな俺みたいなのあるんだけどなんかそこを出していくってことでもあるしね、うんうん、結局そこから生まれてきてるわけじゃん、うんうん、そういうその国家庭飲んじゃった、あ飲んで飲んでさあ日本とも、うん、俺の店ですめちゃめちゃ好きなんで、あ本当よかった、普段買わないけどそんな気がしたそんな気がしたとなんかそうですね思うかな、うん、あなんだっけ、おろしで飛んじゃったけど話、あそうそうそう、いいところに、そう自分の気配をもっと感じられたらいいんじゃないかと思うんだよね、うん、音楽作ってるじゃないですか俺ここ でそれって結局そういうことなんですよね、小難しいこと言いますよ、俺ばっか喋ってもしょうがないけど、あの結局自意識を客観的に見るってことなんですよね、芸術作品全部、うん、自意識、うんうん、自意識の再認識っていうのかな、うんうんうん、その話とつながるのかな、あ、うん、だ作ってみることに価値があるんですよね、だもっとスパイシーなこと言うと、音楽が聴かれてなんぼでしょとか、うん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 、おさくじゃん日本のあえて言ってるけどね、日本のその目面白い道だった、やばいやばいやばい、いやいや本当日本の一流って言われてるようなセールスが数字のある人がそのセリフを言うじゃん、違うんだよね、うん、あ、うん、自意識の確認っていうものを第一段階で満たしてないものをそう呼んじゃいけないんじゃないかなって思うんですよね、それによって気持ちが楽になったりしたり、ね、楽しんだりしてる人がいっぱいいるよってそれ言うおっしゃるでしょうけどもっていうところかな、でそこを見逃していっちゃうとどんどんずれていくような気が俺はしますね、うんうんうん、でそういう意味でどんどん作ればいいし、あ俺こうなんだとかあるじゃないですか、うんうん、洋服とかもそうだと思うんですよね、自分のこう、うん、気配や自意識の反映されたもの、ね、うん、第一定義的にそうだから、うん、あらゆる芸術作品が、まあ本当、うん、そこ自動的であったらいけないんですよ高橋さんの言葉で言うと、うんね、量産でマス服じゃない限りは、うん、来たボール返しただけになっちゃうから、うん、もしかしたら軽く乗っけて、うん、それってアレンジバージョンでしょ、それは作品じゃないよね、やっぱだからなんかそのって思います、うん、あの小難しく考えた時には自分の気配、自分がどっから来たのかって話でもあるじゃん、そうですね、うん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 、だからそういうあんま言わねえ、怖がられるからあんま言わないようにしてるんですけど、怖がられる嫌じゃん、こんなとこまで来てさこうそうスタジオでさ芸術作品とは自意識のとか言ってやばいなと思うから言わないようにしてんだけどつい出ちゃった、うん、そうなると必然的に入ってくるじゃん、今回の作品の血統っていうものや何かっていうのは、うんうん、あれだよ、あれ我々はどこから来てどこ行くのかみたいな、そうそうそう、うん、うん、そうなんですよね、うん、やっぱ今もやっぱ日本も世界的にメジャーなカルチャーな国になってきたんで、うん、やっぱそのね、一つの今回鼓動をテーマにしましたけど、うんうん、自分たちの DNA をたどるって意味で、うん、でも一応まあ、あのアルバムのパッケージとしては、うん、あの僕の日本の解釈、うん、と鼓動と生命的なものを、うんうん、
まとめて入れたんですけど、めっちゃピュアなメッセージで、うん、でもやっぱ僕らは一応まあ僕は日本人なんで、うん、やっぱその日本人の解釈っていうことをエンターテインメントとして感じてほしいなっていうのと、うん、やっぱ知るきっかけになってほしいなっていうので、うん、あのまあ、リリースしたら分かっちゃうことなんですけど、うん、最初の曲をあうんのあにして、うん、最後の曲をうんにしたんですけど、うん、生まれて、うん、うんまし、うん、終わるっていう意味なんですけど、うん、そこでその間でこうなんかいろいろこう鼓動をたどっていろんなジャンルな曲があるっていうのはすごく改めてやっぱ素敵だわ、うん、そう思いますよ、うん、あの太鼓のやつ話聞いてみましたよ。あ、太鼓じゃない、鐘のやつ、映像。あれよかったよ。あの、もう、すげえシュールだったけど。ああいうのもっと見た方がいいよね。作った方がいいしね。うん、そう。ボーンって。しかもさ、その、カルチャーって言葉をさ、よくおっしゃるけど、最近サステナブルとかいう言葉も流行ってんじゃん。え？サステナブル。サステナブル。うん。多分、持続可能かとかそういう話だと思うんだけど。うん、要は、鐘の音なんか分かりやすくて、ポーンってアタックがあって、スーって消えていくじゃん、うん、でこれ宿命だからやっぱ新しい音を足していくべきじゃないですか、うんうん、僕らも いろんな鐘の音を聞いたはずで、ヒップホップにしても何にしても、うん、90年代にしても、ね、うん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 、新しい鐘ちゃんと、ね、ちっちゃい鐘から大きな鐘まであるでしょうけど、打てないといけないなって思いますけどね、うん、締める気なかったけどそうそう、金をね打ち続けようぜっていう高橋さんの、うん、僕はそうですね、うん、あの勇気もらいますよ。